こんにちは、アニマルコミュニケーターのまゆみです。今日はちょっと動物から習えシリーズっていうか、そういう話を最近いっぱいしてるので、動物から習うっていうことの一つとして、動物って大雑把ですよね。アバウトっていうか計算なんかしてないじゃないですか。で、ある意味ちょっとルーズだったり、のんびりしてたりっていうのも含めてね、宇宙の本質っていうことをちょっとお話ししたいんですけども、宇宙っていうのは本質はアバウトだそうです。なので、例えばこうなんていうのかな、こう計算したりとか厳密に測ったりとかきちんとするっていうことは宇宙の本質からちょっと外れるみたいです。それは何かっていうと、科学進行になるそうなんですね。だから現代のあれなのかな、教育っていうか価値観っていうかみたいですけども、宇宙はそもそもアバウトだから、料理とかもきちんと測って料理するのではなくて、自分の舌を信じて直感で何ていうかな、料理していくっていうのが本当は本質に合っているみたいです。で、そういうことを、動物もだからね、アバウトっていうか、その感覚だけで生きてるじゃないですか。で、そういうこともね、見てたら分かるのかなっていう気がしていて、で、何かっていうと、私自身はその料理も量りを使ったことはないですし、めんどくさがり屋っていうのもあるんですけど、本当に全部アバウトなんですね。目分量だったりもするし、でも元々の性格があると思うんですけど、元々そういう感じなので、ザ・アバウトな方なんですけど、でも動物を飼うようになって、飼うっていうか、一緒に暮らすようになってから、特に最初大型犬から始まって、3頭ゴールデンレトリバーを飼っていました。なので、最初の頃は何ていうかな、よりもさらにアバウトになったと思います。だからやっぱり大型犬と一緒に暮らすっていうことで、そうやったら汚れちゃうとか、壊れちゃうとか、あとなんかいろんなことをね、そういう細かいこともいくらアバウトの私でもえって思うようなこともいくつかあるんですけど、ただもうまあいっかってなるんですね。そんなことやってたらもうキリがないとか、お家にあげる時ももちろん足をね、雑巾で拭いてあげるんですけど、そんなのいちいち洗ってたらね、大変なことですし、その服っていうのも本当に汚れが取れてるかっつったら、結構ねババッと拭いてるだけなので、だけどもそんなことも途中からいっかっていうか、そんな、なんだかな、それで困るわけじゃないし、なんか別に自分がねどうかなるわけじゃないしっていう感じで、どん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 なんていうかな、もともとの自分よりもさらにさらに大雑把になっていたように思います。なんかで、それがなんでいいのかなって思うと、まさかね、宇宙の本質がアバウトだったっていうのはその頃知ってたわけじゃないんですけど、自分がこう大雑把になっていくとね、おおらかになるんですよね。そうすると許せることが増えていくっていうのかな、それがやっぱきちんとしてたり、こう型にはまっていたり、なんていうのかな、計画通りっていう感じになっていくと、そうじゃないものが許せなくなるし、こうそうするとだんだんこう外側とか他人をジャッジしたりとかね、しがちになるので、割と大雑把になって、いいかってなっていくと、だいぶそういうものも違ってくるような感じがするので、なんかそういうことも動物が、私は教わったっていうか教えてもらったっていうかね、動物と暮らしながら、別にアニマルコミュニケーションをしながらっていうわけじゃなくてね、もちろんしてましたけど、なんていうかな、動物と暮らすことで教わったっていうかな、そういうのもあります。だから本当に動物から習うことっていっぱいいっぱいあるんですよね。だから本当に必要なこと、最低限本当に必要なことはやらなきゃいけないけど、それぐらい、それ以外は別に取るに足らないことだったらどっちでもいいよっていうのが、なんか動物たちのような気がします。で、私は割とそれが好きなので、
まあね、なかなかそれが社会の中で難しいこともいっぱいありましたけども、でもやっぱりそれで良かったのかなってのをまた今更ながらなんか思ってます。だからその適当とか、まあ、まあいいんじゃないっていう感じの言葉が昔から大好きで、例えばね、沖縄だったらナンクルナイサーとかで、そういうおおらかなとこっていうかな、南ってやっぱそういうのが多い気がして、まあ、全部調べたわけじゃなくて、自分が縁があったとことか住んでたとことか、そういうとこで何て言うかな、拾っていっただけなんですけど、例えば沖縄だとナンクルナイサー、インドネシアだとティダーパーパーっていうんですよね。だから何でもティダーパーパーって言って、いやいやそれお前の問題だろうっていうことでもティダーパーパーって言われたりとか、タイだとマイペンライって言いますよね。で、まあ、アフリカはねちょっと、これスワヒリ語だけど意味合いがちょっと違うけど、ポレポレっていうのも近いのかなと思って、まあ、ゆっくりゆっくりっていう意味なんだけど、ニュアンス的にはねなんか近い気もするし、でフランス語のケセラセラとかもそうなのかな、なるようになるっていうのもなんか同じようなことのような気がするので、なんかやっぱそういう、言葉の持つ意味合いっていいなって昔から思っていて、でそれって動物と通じるんだなっていう感じがしています。まあ、今日はちょっとなんか何を話してるのか分かんないような、まあ、雑談になりましたけども、そんなところです。まあ、これも含めて、まあ、ケスラスラナンクルナイサーってことで、今日はどうもありがとうございました。アニマルコミュニケーターのまゆみでした。